レッドバトラーは、ドナルド・マッケーグが執筆した小説。マーガレット・ミッチェルの小説、風と共に去りぬの続編として、2007年、アメリカで出版された。日本語訳版は2008年に、全6巻で、レッド・バトラー新編、風と共に去りぬ、ゴマブックス。ドナルド・マッケーグ、レッド・バトラーは、2007年11月、セント・マーティン出版から初版100万部で出版された。 日本語版は池田真希子が寛役を担当し、2008年にゴマブックスで同社の20周年記念として文庫全六巻で7月から9月にかけ2巻ずつ刊行された。アレクサンドラ・リプリー、スカーレットに続く風と共に去りぬの公式続編だが、主人公、スカーレット・オハラでなく、もう一人の主人公たるレッド・バトラーの視点で書き上げている。 1843年から1874年までの時代に焦点を当て、レッドの幼少期、成長期についても描写している。マーガレット・ミッチェルは、実著である小説、風と共に去りぬを完結したものとみなしていたので、多くの勧めがあったにもかかわらず、続編の筆を取ろうとはしなかった。マーガレットが交通事故で急性した後、風と共に去りぬの著作権は、 夫、ジョン・マーシュ、兄、スティーブンズ・ミッチェルを経て、二人の甥いに引き継がれた。ミッチェルの相続人たちは、風と共にサリヌの著作権が切れる2011年以降に、誰もが続編を共作する状況となること、悪くすれば、南北戦争の旧敵である、北部出身者や三文小説家が続編を書いてしまう、ことを危惧し、自ら続編の出版を企画、作家を公募した。 その結果、1991年にアレクサンドラ・リプリーの手による続編、スカーレットが刊行されたが、商業的には大きな成功を収めたものの、作品自体に対する評価は厳しいものがあった。その後、続編執筆のためにエマテナントやパッド・コンロイが起用されたが、前者は感覚がイギリス的すぎるという理由で原稿が却下、封印され、後者は ミッチェルの相続人たちが課した様々な執筆上の制約が原因で依頼を断った。このような失敗にもかかわらず、執筆者探しは続けられ、南北戦争を舞台にした小説、ジェイコブズ・ラダーが評価されて、ドナルド・マッケーグが起用された。彼は、それまで、風と共にサリヌを読んだことがなかったが、一読して作品に引き込まれた。 作品の背景となる史実を綿密に調べ上げ、原著の詳細な筋立てを準備して、執筆に臨んだ。書き上げた章から編集者に送付し、時折弁護士のチェックを受けた。執筆に際しては、それまでのような制約は緩和され、現代までの性や人種に関する、人々の意識の変化を作品に反映することが可能となった。また、弁護士も過去の経験を踏まえて、 作品の内容に過剰な干渉をしないよう注意を払った。各して2007年、スカーレットに次ぐ続編として、レッドバトラーが刊行された。ありがとうございます。